ヘレン・マッケンジー様ですね。お迎えに上がりました。入りたまえ。こんばんは、フランク。ようこそ、ヘレン。よく来てくれた。待っていたよ。嬉しい。とても嬉しいよ。懐かしいわ、フランク。そこへかけてくれ。本当に久しぶりだね。私も懐かしいよ、ヘレン。嬉しい。夢みたいだわ。5年ぶりかしら。本当に嬉しい。でもフランク、顔色が良くないわ。疲れ切った顔。どうしてこんなになってしまったの？そのことはまた後で話そう。飛行機の旅はどうだった？素晴らしかったわ。わずか1時間で着いてしまったの。車に乗っている時間の方が長かった気がするわ。飛行機ってすごいわね。初めて乗ったけど最初は怖かった。それに大統領の専用機って中も立派なのね。豪華な客間にいるみたいだったわ。でもそれよりも空から見る星や街の光がとても綺麗だった。いくつもの生活がずっと続いてそれぞれに瞬いている。上にも下にも星が命を持って輝いているようだったわ。ヘレン、私の命はもう長くない。だから無性に君に会いたくなったんだ。君と最後の話をしたい。私の肖像画を描いてほしい。君の手で私の顔をこの世に残してほしいとね。フランク、何を言っているの。今こうやって話をしているのに死ぬことを考えるなんて縁起でもないこと言わないで。気休めは言わなくていいんだ。君にはすでに分かっているはずだ。君は最後の勇気を与えてくれればいい。死を乗り越えても意志を貫く、その勇気をもう一度私に与えてほしいのだ。私はそのために君を呼んだんだよ。分かっているだろ、ヘレン。フランク、ダメ。弱気になってはダメよ。必ず回復するわ。さあ、私の顔をよく見てくれ。私は戦争と新しい世界機構のために命を使い果たした。ただ4月25日まであと2週間生きていたい。国際連合の予備会議までね。それまで持ってくれれば十分だ。これが私のこの世の最後の顔だ。しっかりと見つめてくれ。残された時間はごくわずかだ。私を君の眼差しの中で天国へ飛び立たせてくれ。フランク、なんてことを。なんてこと。でもそれよりもあなたが今一番望っていること、あなたの顔を私の絵の中に受け止めるわ。君は昔のままだ。君の声、君の眼差し、君の笑顔、希望に満ちた全ては変わらないばかりか、もっと膨らんでいる。私が今こうしていられるのは君のおかげなんだよ。あの時君が私を勇気づけてくれなかったら私は死んでいただろう。あの時のことを覚えているかい？もちろんよ。忘れられないわ。選挙で落選して39歳で小児麻痺にかかった時、私は絶望した。もう一生歩けなくなると分かって、もう未来はないと自殺を考えた。あの時飛び降りる決意をして3階のベランダまで出た時だった。君が偶然下から見上げていた。
あの時の君の無邪気な笑顔に私は救われたんだ。死のうとする私に幼い君は満面な笑顔で花を掲げて、あなたにこれをあげるわと言ってくれた。天真爛漫な綺麗な瞳に私は射抜かれていた。君は何も言わないのに、その瞳はこう語っていたんだ。勇気を持ってと、あなたを待っている人たちがいるわってね。あの時あなたは青空の中へ舞い出していくように見えたの。私は幼かったけどはっきり覚えているわ。あなたはどこかへ落ちていくように見えたの。暗い辛い世界、もうずっと這い上がれない苦しい世界に落ちていくように。でも違うって思ったわ。そんなんじゃない。あなたにはもっとたくさんの人が待っている、そんな大きな頑固の声も聞こえてきたの。私は野原から花を摘んできたところだった。あなたにはその花を抱いて頑固の声の中を歩む道が開かれてるって、そんな気がして、それをあなたに差し出したの。ありがとう。人は誰でも絶望の淵に立たされる時がある。そんな時天使に巡り会えたのは幸運だった。あれが私の運命の岐路になった。フランク、でも今の方が辛いわ。私が君を励ます番になりたいものだ。しかし今回も結局は同じだろう。それにしても君は子供の無邪気な心を取り戻してくれる。君とは子供同士のような気持ちで話せるよ。異性者というものは孤独なものだ。私は今ほど孤独を覚えている時はないよ。周囲の誰とも無邪気な気持ちでは話せない。しかし私には今誰よりも子供同士のような気持ちで話せる、そんな相手が必要なんだ。ヘレン、君に来てもらったのはもう一つ理由があるんだ。君に聞いてほしいことがあるんだ。それと君に尋ねたいことも。フランク、それは何？とても重要なことでしょうけど、フランク、私も聞いてもらいたい話があるの。なんだいそれは。君はそんなことを言うなんてよほどのことだろう。喜んで聞こう。本当は今日のところはもうゆっくり休んでもらって、明日絵を描いてもらいながら話したいところなんだが、切迫しているんだ。すまない、少しだけでも話を続けさせてくれ。来客もある。フランク、無理をしないでね。休みたかったら言ってちょうだい。大事な体だから。お茶を持ちました。ありがとう。そこへ置いてくれ。ヘレン、どうぞ一服してくれ。私も失礼する。何その薬は。今のところこれが私の命綱だ。これを知っているのは今ホワイトハウスで私を手伝ってくれている家内と、それから陸軍長官のシツムソンだけだ。あともう一人、医者は私の脳や心臓の血管がいつ破裂してもおかしくないと言っている。フランク、そんな危うさの上に乗ってまで頑張って辛いわ。人にはそれぞれ宿命がある。戦争という人類の病があなたの体を食い尽くしてしまった。あなたは自分の体を捧げてしまったんだわ。ありがとう。ではまず君の話から聞くべきだが、すまない、私の質問に答えてくれるだろうか。君のご主人は確か核物理学者だったね。そう、ある大きな計画に参加しているわ。やはりそうか。名前は何と言ったかなちょっと忘れてしまったんだが。ジョン・マッケンジーよ。そうそう、ジョンだった。彼は今 FBI に捕らえられていたわ。私がここへ来る直前に。おお、なぜまた。あなたに提案するために草案を練っていたの。その提案を握りつぶしたい力があるのよ。すぐ釈放させよう。ジョン・マッケンジーだったね。フランク、私はあなたに夫を釈放してほしいとここに来たんじゃないの。
もっと重要なことよ。科学者が命がけであなたにお願いしたいことがある。ジョンがなぜ捕らえられたか、科学者の主張を知ってほしいの。だから来たのよ。ジョンも釈放よりそれを願っている。君はもう新しい爆弾の話を聞いているんだね。それなら話は早い。フランク、新しい爆弾は人類を滅亡させるか平和をもたらすか、とても重大なものなの。それは私にも分かっている。しかし何かが足りない。何かが私の耳に届いていない。この爆弾の凄まじさを所有することがどういう意味なのか。人間の声が私には届いていない。それを私は聞きたいんだ。私は科学者の声を届けに来たのよ。彼らの憂慮をどうか聞いてほしいの。この爆弾の最初の使い方が原子力のその後の性格を決めてしまうって。フランク、この爆弾を最初に日本に使うつもりなの。軍の考えはそうだ。もしいきなり日本の都市に落とされたら地獄になるでしょうね。戦争とはそういうものだよ。日本は先に中国の都市に対して無差別爆撃を行った。真珠湾もそうだ。この爆弾は日本を降伏させるものになるのは間違いないわ。フランク、私は今科学者が一番願っていることを伝えるわ。原爆を直接日本に落とすのではなく、その前に威力を示す実験をしてほしいこと。無人島に日本の指導者たちを呼んで凄まじい威力を見せること。それだけで戦争継続の無意味さを理解させることができる。戦争をやめさせることと大量殺人とはこの場合は違うことだ。この爆弾の最初の使い方が原子力あるいは科学そのものを永遠に汚れた手として烙印することになる。アメリカは呪われる国になってしまう。それが人類の未来を閉ざすだろうと科学者たちはそう言っているわ。そうか、科学者たちはそう言っているのか。もう一つ、彼らがあなたに伝えてほしいと言ったことがある。もう一つ、この爆弾、そしてこれだけじゃなくて原子力に関する一切を超国家的な機関に預けることが必要だって。今あなたが作ろうとしている世界組織のような国民連合に伝えることが、それがあなたに伝えることだと言っていたわ。国際連合に全てを任せるか。それは実に建設的な考えだ。本来はそうなされるべきだろう。アメリカ合衆国議会がそれを承認するならね。ともかくそれは明暗だ。しかしそれを実現させるためには大きな壁を乗り越えなければならない。乗り越えてほしいの、なんとかして。ヘレン、私は君と話していると思うんだよ。この爆弾を扱うには本当は子供のような純粋な心が必要なんじゃないかってね。それが今私に問われているんじゃないかと。いや、私だけではない。全人類が試されているのかもしれない。ヘレン、来客だ。すまない、彼は人がいるのを好まない。その影に隠れていてくれないか。退出している暇はないだろう。どうぞ入ってくれ。こんばんは、大統領閣下。夜分に失礼しますよ。お話のご様子だったが、どなたかいらっしゃるのかな。今陸軍長官と電話で話していたところだ。ちょっと慌ただしいことがあってね。それはお取り込みで、ロンドンとパリに寄っていたので遅くなってしまいました。お許しください。ご容体はいかがですかな。エドガー、もう言わなくても分かっているだろう。君の情報網は合衆国の諜報機関よりももっと早くて正確だ。今さら気休めを言うな。あとどれくらいか。むしろ私より君の方がよく分かっているはず。それはそれは。では私がここへ寄った理由もお察しいただけるでしょうな。お大事にと言いたいところですが、時間は切迫している。あなたの権力が世界を左右するうちにぜひやっていただきたいことがある。なんだね。もうお分かりでしょう。先日も電話でお話ししたことです。
それに OK をいただき、サインをしてくださればいいのです。あれはまだよく検討していないことだ。そんなに切迫していることかね。あなたの命も切迫している。それに新しい爆弾の完成も迫っている。あれがこの世に生まれれば、世界の時間はもっと短くなる。戦争は5年かかるものが数時間、いや数分で終わってしまう。国連の予備会議は25日でしたな。もう2週間しかない。すべてが切迫しているのです。機会は今しかない。今を逃したらチャンスはない。お分かりでしょう、大統領。君は何でも強引すぎるよ。富の力は確かに偉大だ。それなくしては何事も動かない。君たちの力は戦争さえ生み出すことができる。戦争をやめさせることもね。戦争を持続させることもだろ。今日は体調がよろしくないようですな。さっきから突っかかってばかりいるようですが。確かに私は君たちのおかげで大統領になれた。私の権力の一部は君たちに依存している。そうでなければ秘書も執事も通さずにこの部屋にノック一つで入ってくるようなことは許されない。それができるのは君と陸軍長官の執務村だけだよ、参議院。誠に光栄なことで、心から神に感謝申し上げますよ。ところでヤルタ会談は何時のようでしたな。君はもう大体のことは掴んでるはずだが。直接ご本人から伺うというのはまた別の話です。スターリンはいかがでしたかな。私の病はスターリンという鋼鉄の壁によって悪化したとも言える。あの壁がもっと柔らかかったら私の疲労も病の悪化も半減していただろう。しかしもし柔らかかったらヒトラーという猛獣を跳ね返せなかっただろうがね。彼は取引には応じる。柔軟なところは柔軟だ。しかしその取引に大地のような強固な原理がある。参戦の約束は取り付けたのですか。それは取り付けた。でもなぜ日本への参戦を要求したのです。どうしてもソ連に参戦してほしいのですか。ソ連が参戦すれば日本の幸福は早くなる。一人でも多くのアメリカの青年の命が救われる。私が言っているのはそういうことではありません。なぜ新しい爆弾を中心に考えないのですか。その方がソ連軍よりずっと効果がある。ソ連軍の十数発の弾がそれに匹敵する。今後極東に置く60個師団のソ連軍など必要ないのではありませんか。エドガー、新しい爆弾にはまだ不確実なところがあるのだ。それに今後どのように使うか、その方針が決まっていない。このような爆弾はみだりに使えば全人類の滅びを招くことになる。まだみだりに使う段階ではない。あなたの言うことは矛盾している。新しい爆弾でアメリカの青年の命を救うことになるのではありませんか。それと同時に考えなければならないものがある。それが未来にどういう意味を持つかだ。真珠湾攻撃の時、あなたは日本の奇襲攻撃をすでに3日前から知っていた。暗号解読でね。しかし国民には知らせなかった。日本の奇襲攻撃がアメリカ国民の反感を燃え上がらせ、若者たちを戦争に参加させるきっかけになることを企んだ。平和ボケした国民に火をつけることの方が重要だとね。そんな見事な手腕を使って国民を戦争に参加させたあなたが新しい爆弾の使用について理想的な方針を言うのはおかしくありませんか。エドガー、君はまだ新しい爆弾の凄まじさを理解していないんだよ。真珠湾攻撃と新しい爆弾一発と、どちらが人類の未来にとって大きな意味を持つのか。それは比較にならないくらい新しい爆弾の方が大きいのだ。だからこそなぜためらうのですか。合衆国の名誉がかかっているからだよ。合衆国の名誉、そんなものに何の意味があるんですか。あなたたちの祖先は皆ヨーロッパからの逃亡者だ。私たちと同じです。理想を掲げるのはいい。しかし容赦のない現実を冷酷な遮断して築き上げてきた祖先の血で血を洗うことも厭わない行動力をこそ学ぶべきではありませんか。それにこそ本当の未来があるはずです。エドガー、君たちの歴史は追放の歴史だ。
追放と断罪とが現実しか直視しない冷徹さを培ってきたことに私も敬意を払う。しかし今我々は全く新しい時代の扉の前に立っているのだよ、江戸が。君にはそのことは分かっていない。人間は古いものですよ。千年経とうが人間の代実は変わりはしません。その証拠に戦争はずっと続いてきたし、以後も続くでしょう。人間は原則的なものによってしか動かされない。食べ物はどうするのか、動物の生活より娯楽を、そしてセックスを、子孫を、お金を、あったかい家庭を欲する。大統領、人間の欲望は人類が続く限り変わるものではありません。江戸が、破壊の手段の進歩が今世界大戦の本質だとは思わないかね。スターリンが言ったよ。我が国民がこの戦争によってどのくらい殺されたとお思いか。2000万人ですぞ。小さな国なら亡くなっている数字ですとね。そこに彼の強固な足場があったことも事実だが、私は嫌というほど破壊の手段の進歩がそれを可能にしたことを思い知らされたよ。そして私はヒトラーに対抗するためにヒトラー以上に破壊の手段の進歩に手を貸したのだ。それによって平和な未来が築かれたんなら、それでいいじゃありませんか。未来さえ良ければ現在はどれほど犠牲になってもいいというのかね。より大きな未来のためには、君の言葉にはより大きな未来の富のためにはという匂いがプンプンしているよ。君の提案はその上に成り立つものだ。よろしい。スターリンの感触は大体わかりました。私が依頼したことについて詰めましょう。よろしいですかな。新しい爆弾の原料供給の問題か。採用。原爆の資料、その今回の爆弾の原料となるウラントリウムの原料供給を抑えることが新しい爆弾の生産を抑えることになります。そのシステムを早急に作っていただきたい。エドガー、トリウムはスティムソンの話では爆弾製造には利用できない可能性が出てきたということだ。放射能が強すぎる。人の手ではいじれないそうだ。トリウムは今回の計画から除外してもいいのではないかね。いいえ、科学技術は急速に進歩しています。放射能が強く、今は強くても、いつどこでそれを取り除く技術が開発されるかもしれません。その時になって関わったのでは遅いのです。誰も手をつけていない今こそやるべきです。いつもながらの周到なプランだな。いずれにしてもその地下鉱脈を調べる権利を君の一社に独占させろということだったな。採用です、大統領。そして近い将来、その採掘権を全て我が社に。あとは我々が進めていきますので、後ろ盾になっていただければそれでいいのです。そうすることがそれぞれの国が独自に開発できない間接的な管理につながるということだった。世界にとっても安全保障になるという君の論は確かに一面では当たっているよ。ありがとうございます。金も銀もダイヤモンドもおよそ世界の貴金属とレアメタルはみんな君のところの支配下になるというわけか。これも成功したらとんでもない力になる。君の前には軍事大国も色がないな。戦後の世界をそこまで考えて動いているグループは他にはないだろう。しかし君のプランには一つ重要な点が抜け落ちているよ。何でございますか。ソ連と中国だ。中国は蒋介石や共産党を駆逐すればやりやすくなるだろうが、ソ連は手出しができない。確かに現在では、そんな爆弾原料の探査にソ連が協力するわけがない。むしろソ連は必ず爆弾の独自開発に着手する。スターリンは至上命令を出すだろう。ヤルタでもスターリンはその爆弾のことを喉から手が出るほど聞きたがっていたよ。それらから類推して地下鉱脈の探査にソ連が応じるなどとありえない。不可能だ。織り込み、肝心な点が欠落しているよ。織り込み済みです。どういうことだ。閣下、我々のグループはソ連の工業、社会、科学技術のレベルを熟知しています。彼らが原爆を開発するには
早くても4年はかかるでしょう。4年は絶対有利だということです。それは私もスムソンから聞いている。分かっている。分かっているとは思いませんな。我々が分かっているというときは、それを実行する力があるかどうかということです。何を言いたいんだ、江戸が。新しい戦争は今回のように4年も5年もかかりはしません。お前は何を考えているんだ。閣下が想像していることです。アメリカは世界最強の空軍を持っている。 P-51 戦闘機、グラマン戦闘機、航空母艦の大艦隊、それに決定的なことには B-29 という超爆撃機を3000機持っている。高度1万メートルを飛ぶこの飛行機にはどんな高射砲も届かず、どんな迎撃戦闘機もその高さまでは登ってこられない。制空権をアメリカが握るとすれば、今度の戦争は1週間で終わってしまうでしょう。お前はまさか。お察しの通りです。魅惑的だと思いませんか。私はただあなたの心の中の一部を覗き込んだだけですよ。ソ連と新たな戦争を起こせということか。共産主義との戦いで第三次世界大戦が起こっても不思議ではありませんな。この地上からソ連という国を消し去れということか。危険な言葉をお控えいただきたい。わずか数発で降参するなら、それに越したことはない。新たなヒトラーになれとそそのかすとは見事な提案だ、エドガー。お前は自分の言っていることが分かっているのか。いいですか。このままでいけばスターリンは必ず原爆を開発するでしょう。それはあなたのおっしゃる通りです。しかしその後どういうことが起こるか。際限のない原爆の生産競争が起こる。共産主義との戦いが激化して、もっと凄まじい能力を持つ爆弾が開発される。そしてどちらかが先端を開き報復し合う。世界は滅亡する。放射能に降り注がれて人類は滅亡する。野山も草木も海もダメになる。食料も生産できなくなる。我々も同じです。いくらダイヤを持っていようが、金を所有していようが、放射能に汚染された死の世界ではそんなものは何の役にも立たない。これは避けられないレールです。そんな危うい世界の中で死への道を歩むとするなら、今のうちに思い切った手を打っておいた方がいいと思いになりませんか。その方が人類の生存の可能性は高い。世界の支配者になるか、滅亡の道か、二者択一ということか。しかしその理論には、要するに世界を統一するには今しかないのです。それをアメリカがやってもおかしいとは思いませんが、こんなにはっきりと映像が見えるのになぜそれをしないのか。それはアメリカ一国の問題ではない、世界人類の問題なのです。未来が重要だ。あなたの原爆使用の決断で世界は滅亡から救われる。一気に世界帝国を作るのです。世界はパックスアメリカーナの平和に享受する。世界は新しい経済機構のもとに一つになる。我々の富は永久に繁栄する。あなたもアメリカの子孫も。つまりはあなたが一歩を踏み出すかどうかです。江戸が、あとどれくらいの人間が死ぬのだ。もう殺し合いはいい。殺戮を繰り返すなどという苦しみを人類に味わわせてはならない。江戸が、君は魅力的な、常に世界へビジョンを展開する人間だ。しかしヒトラーと同じように危険な人物だ。もし君が求めるようなサインを私が拒否したらどうするのかね、江戸が。ここまでお話しした以上やってもらわないと困ります。どうぞサインを。さもなければあなたに大統領の職を降りていただくだけです。君の命令は受けない。
君にそんなことができるのかね。本気か、江戸が。このような機会はもう二度と巡ってこない。今しかないのです。かける時は今しかありません。私は本気でございますよ、大統領閣下。江戸が、君と対決しなければならないとは残念だ。しかしそれが運命ならば仕方がない。閣下は原爆開発と国連に命を懸けたのなら、私はこのことに全てを懸けます。もし大統領がどうしてもお出来にならないのなら、もうあなたの命も長くはない。代わりのものを立ててやっていくだけです。結局はそうなるでしょう。しかし初代の栄光をあなたに掴んでほしい、そういう気持ちから私はあなたに進言しているのです。それは君の考えかね、それともグループ全体の考えかね。私だけの考えと申し上げておきましょう。私は君という個人は好きだった。素晴らしいビジョンを常に提示してくれた。しかしこの最後の段階において私は君の怖さを思い知らされたよ。そして私はヒトラーと戦ってきたように君と戦わなければならないことを遺憾に思う。閣下、私と戦う前にご自分の内部と戦ってください。このような誘惑に大政治家が打ち勝てるものですかな。そうでなければあなたは小物だ。熟慮いただければ気が変わるかもしれませんよ。江戸が、許さないよ私は。今日は閣下はお疲れのようです。閣下、しばらくお考えください。あさって閣下がお疲れを癒した後に参りましょう。閣下、重大なご決断です。国連よりアメリカが世界帝国になる道の方が世界の平和にとっては安全で確実な道なのです。そのチャンスが今目の前に横たわっている。よくお考えください。悔いのなきよう。では私はこれで失礼します。あさって夕刻6時に参ります。その時に決着をつけましょう。合意か決裂か、時間は迫っております。私もその時は命をやり取りする覚悟で参ります。では失礼します。素晴らしい夢をありがとう。江戸が、ごゆっくりお休みなさいまし。ヘレン、すまなかった。もう大丈夫だ、出てきてくれ。今の方は誰なの？エドガー・サンギエという男だ。ある財閥の執事だよ。世界的な財閥だ。ナポレオン戦争も動かしたという大きな力を持っている。聞いてはならないことを聞いてしまった気がするわ。私が聞いたことは本当なの？皆真実だ。私たちとは全く逆の立場が存在するのね。信じられない、あんなことを考える人がいるなんて怖いことだわ。私がどれほどの決断を迫られているか、その一端を知ることができただろう。私は歴史を作る苦しみの海でいつも溺れかけている。あのような恐ろしい考えが世界を作っていくとしたら、私は何を信じればいいのかわからなくなるわ。彼のような考えはこの世にあってはならないことよ。この人は地獄に落ちるべきよ。彼の恐ろしい点は具体的な行動としてそれを突きつけてくることだ。実現可能なこととしてね。あの迫り方は悪魔だわ。それからもう一つ恐ろしい点は、それが
大きな誘惑であることだ。フランク、何を言っているの？殺すべきか、手を汚すべきか。たくさんの人間の命が私の前に横たわっている。過去から、現在においても、そして未来からも失われた、今後失われるかもしれない無数の命が、私に目に見えない強い圧力となってのしかかってくる。日本国民の、アメリカの青年たちの、ソ連国民の命も私にのしかかってくる。核爆弾を落とすべきか、落とさないでいるべきか、日本上陸を敢行すべきか、どれだけの命を犠牲にすべきか、いつも血の天秤が私の目の前にぶら下がっている。フランク、人間の未来って一体何なの？死体と地とを踏み越えていくことが未来であれば、私にはあまりにも辛いわ。ヘレン、どうしたんだい？大丈夫、大したことじゃないの。君はお腹に赤ちゃんがいるのか？そう、やっと念願の赤ちゃんなの。そうか、おめでとう、君の子供が。あ、素晴らしいことだ、心から祝福するよ、おめでとう。ありがとう、フランク、もう大丈夫よ。わかるでしょ、フランク、私はこの子のために、突然悪魔のような爆弾が天と地を焼き焦がすことがないような世界を歩いていきたい。確かに未来への橋はそういう方向にかけられねばならないだろう。しかしそれがどんなに困難なことか、私は自分の非力を感じるよ。私の肉体は現実の困難の前に裂けてバラバラになりそうだ。フランク、勇気を出して。私はこの子のために夫とも誓ったのよ。フランク、希望捨てないで、きっといい方向に行くわ。お願いだから光を目指して。君のその声はいつも何か不思議な力を与えてくる。君のその声を聞いていると明るい未来へ導かれていくようだ。フランク、私はさっき言いかけていたことがあったの。お客様がいらしたので伝えそびれてしまったの。なんだね。さっきの続きだけど、新しい爆弾を新しい国際組織に委ねることに加えて、もう一つ重要な点あるわ。あの爆弾を国際組織に委ねること、それが新しい国際組織の経済基盤になる。資源の搾取による貧困層の増加もこの方法なら直していけると。それは素晴らしい考えだ。しかしちょうどエドガーと正反対だな。彼はそれを合衆国と一財閥に集中させるという考えだ。むしろ実現させるにはエドガーの方が早道かもしれない。フランク、私を失望させないで。私も君のお腹の子供を愛しているよ。それに誓いたい。君の子供が生まれて青空の下を歩いていく、それが何より重要だ。私もそれを夢見ている。しかし君が言っているのは、今各国が、あるいは企業や財閥が握っている地下資源を全て国連が管理するということだろう。みすみす彼らがそれらを手放すだろうか。そんなことをしたら私の命がいくつあっても足りないよ。それは彼らにとっては死活問題だからね。彼らにはある金額を、ある割合を保証してあげればいいのよ。何十パーセントとか、それに当たる権益をね。やり方はいろいろある。いずれにしてもそれを進めるためには大きなエネルギーが必要だ。原子力以上の人間のエネルギーがね。
それと未来への愛が必要だ。この二つを持って進めなければ実現しないだろう。実現させてほしいの。その子のためにも私は夢を考えたい。フランク、急に胸が苦しくなった。すまない、ヘレン、医者を呼んでくる。誰か来て。すぐさんにも連絡を。はし、東京を占領して降伏に追い込む侵攻作戦には、その前段階として九州に拠点を確保することが不可欠です。九州作戦をオリンピック作戦とし、関東上陸東京侵攻作戦をコロネット作戦とします。オリンピック作戦は10月1日に実施し、コロネット作戦はそれから4ヶ月後とします。日本本土の兵力はどのくらいか。総兵力300万とみられます。九州へは40万ですが、敵が上陸を予想して兵力を移動させた場合、この倍近くなる可能性があります。こちらの動員兵力はどれくらいか。オリンピック作戦に80万、コロネット作戦に120万です。ただ日本軍の抵抗は気違い地味とものがあります。沖縄戦においても住民までが捕虜になるように自決するなど極めて激烈な抵抗が繰り広げられています。この強心的傾向は首都に近づくにつれて大きくなるものとみられます。東京侵攻作戦はさらに激烈な抵抗戦になることが予想されます。そのため我が軍の被害も大きくなり、戦争終結が予想を超えて長引くことも考えておかねばなりません。東京が落ちた場合、首都を移動して抵抗を続けることも考えられます。その場合は相当長引きます。さらにもう1年長引くことも考えておかねばなりません。泥沼の可能性もあるということだな。こちらの被害はどれくらいと見るか。20万近い死者が出ます。マッカーサーの試算では死者と負傷者の合計は50万です。日本の側も200万以上の命が失われることになります。強心的な抵抗が加われば300万を超えるでしょう。20万の犠牲、日本の側も300万か。
本に上陸して首都占領までの道は泥沼になるだろう。これを避けるにはやはり新しい爆弾を使うことしかないのか、やはりあれに手をつけざるを得ないのか。いや、しかしあの爆弾を使うことは何かもっとはるかに大きなものを背負うことになる気がする。文明の存続そのものに関わる何かを、その責任は一体どこへ行くのか、誰が取るのか。呪われた決断だ。合衆国がそれを踏み出さなければならないとは。それ以外に選択はないのか。この扉を開けざるを得ないのか。原爆の進行はどうだ。科学者たちの一部に困った動きがありますが、それ以外は順調に進んでおります。7月中旬に実験を行います。爆弾を落とす飛行部隊の準備は。シルバープレート原爆投下作戦もウェンドーバーで訓練中です。現在はソウルと目標地に模擬爆弾を使って調整をしています。爆弾層を改良した B29 での訓練は極めて良い結果を出しています。部隊は100発中98発の達成率を記録しました。隊長のポルティベットは優秀な男です。これまで全て満足できる数字です。実戦配備はどこになる。私は港湾の深さの点からグアム島を詰めましたが、ティベットは滑走路の深い滑走路の長い工場を強く主張しましたので、結局テニアン島になりました。マッカーサーとニミッツにはそのことはまだ秘密にしておけ。航空軍司令官のアーノルドには私が個人的に配備の件を極秘事項として頼んでおく。ありがとうございます。あと開発費について国会議員たちの査問がうるさくなっていて困ります。20億ドルという金額が何のために使われているのか明らかにされないまま動いているのだ。うるさくて当然だ。しかし絶対に表に出すな。工場の一部を見学させたり物々しい施設を見せたりして何とかして買わせ、肝心なところは答えてはならん。わかりました。それからロシア人のスパイ活動が激しくなっています。 FBI の手配人数を増員する必要があります。スターリンも重大さに気づいてきたということか。どのくらいに増やせばいい。3倍にしてほしいところです。そうしよう。それから長官、バカな科学者たちだ。この爆弾をどうか無人島や東京湾で威嚇実験することを主張していますが、あまりにも高価な一発です。虎の子の爆弾を花火でも打ち上げるように見せる余裕は我々にはありません。それに万一みんなの前で実験が失敗でもしたら物笑いになるだけです。軍の威信は地に落ちるでしょう。予定通り日本には奇襲爆撃を貫徹すべきです。この爆弾を軍事的に使うことの効果は奇襲爆撃によってしか明らかになりません。軍事的、政治的、心理的な変化が国家レベルでどのように現れるのか、奇襲爆撃のみは明らかにするのです。今後の軍事省には不可欠な実験です。軍人としてはそうしたいだろう。しかしそれは最終的に大統領が決めることだ。我々の手の中にはない。グローブス、あともう一つ聞いておきたい。都市の選定は進んでいるか。進んでおります。川崎、横浜、名古屋、
大阪、京都、神戸、広島、新潟、呉、八幡、小倉、下関、福岡、長崎、熊本です。しかしこのうち爆撃で焼け野原になってしまったところもあります。私は地形から京都を第一番にお勧めします。京都は爆弾の効果を測るのに最適です。京都は日本人の精神の拠り所だ。文化価値が高い。日本の歴史そのものを粉砕することになる。あまりに反発が大きい。後の日本支配がしにくくなる。しかしこれほど適した地形はありません。いずれにしても手つかずのところに落とす方が効果は鮮明になります。その確保を長官にお願いします。爆撃司令官はルメイか。その通りです。アーノルトに連合して頼んでおこう。ルメイをコントロールするのはあの男が一番だ。よろしくお願いします。長官、アーノルト将軍にはその際機密を打ち明けるのですか。いや、それはまだだ。しかし彼は察しのいい男だ。ある特別な作戦、しかしまだ機密だといえば黙って協力してくれるよ。安心しました。では失礼します。ご苦労、頑張ってくれ。これがうまくいけばたくさんのアメリカの青年の命が救われることになるのだ。私も青年たちのヒーローですな。頑張ります。